クドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。人生はチャンスだ。結婚もチャンスだ。恋愛もチャンスだ。と、したり顔して教える苦労人が多いけれども、私はそうでないと思う。少なくとも、恋愛はチャンスでないと思う。私はそれを、意志だと思う。恋愛とは何か。いわく、それは非常に恥ずかしいものである、と。こんなことを言っていると、いかにも私が振られ同士の男のように思う人もあるかもしれぬが、私は決してインポテンツでもないし、振られ同士の哀れな男でもないつもりでいる。要するに、私の恋の成立不成立はチャンスによらず、徹頭徹尾、私自身の意志によるのである。私は、次に私の学生時代のあるささやかな出来事を記しておこうと思う。私には、一つのチャンスさえなかったのに、10年間の恋をし続け得た経験もあるし、また、一夜に3つも4つも、妙な縁やら、ふとしたことやら、思わぬきっかけやらが重なって起こっても、一向に何の恋愛も起こらなかったこともある。太宰治、チャンス。あれは、確か文芸に関係のある宴会だったような気がする。高等学校の1年生で出席していたのは私一人で、とにかく私は末席であった。あら、お酒は飲めないの？ダメなんだ。ふーん、あなたは義太夫をお好きなの？どうして？去年の暮れにあなたことさを聞きにいらしてたわね。なんで知ってるんだい？あの時、私はあなたのそばにいたのよ。あなたは稽古本なんか出して、なんだか印をつけたりして、キザだったわね。お稽古もやってるの？ああ、やっている。関心ね。お師匠さんは誰？佐喜江太夫さん。そう、いいお師匠さんについたわね。あの方はこの弘前では一番上手よ。それにおとなしくていい人だわ。そう、いい人だ。あんな人が好きなの？師匠だもの。師匠だからどうなの？そんな、好きだの嫌いだのってあの人に失敬だ。あの人は本当に真面目な人なんだ。あら、そう。嫌に堅苦しいのね。あなたはこれまで芸者遊びをしたことなんかあるの？これからやろうと思っている。それなら、私を呼んでね。私の名はね、おしのというのよ。忘れないようにね。待ってよ、もう一軒行きましょう。あら、こちらおしのさんのいい人？お兄さん、緊張してるの？あんたたち、私、今度はこの人を好きになることにしましたから、そのつもりでいてください。姉さん、それ本気？ああ、本気だとも本気だとも。
何言ってるの。見たところまだ学生さんじゃないの。そこがいいんじゃない。そう、こんな若い子。私はこの人に決めたのよ。また姉さんの悪い癖が。スズメ焼きだ。折しも季節は大寒である。大寒のスズメの肉はこってりと脂が乗っていて最も美味しいのである。食べたかった。しかし私は紋付きを着た美しい芸者3人に取り巻かれて、バリバリと寒スズメを骨ごと噛み砕いて見せる勇気はなかった。ああ、あの頭の中の味噌はどんなにか美味しいだろう。思ったより見えっ張りだった私は。失礼、私は帰る。ああ、帰るの？じゃあ送るわ。もう帰るの？アラン、ちょっと。おしのはおこそずきんをかぶっておとなしく私の後についてきた。私は早く下宿でこっそり持ち帰った寒スズメを食べたいとそればかり思っていた。いけないな、締め出しを食っちゃったよ。いいわ、じゃあ私の知ってる旅館に行きましょう。こっちよ。では、私はこれで。失礼します。ここまでわざわざありがとう。じゃあ、さよなら。はあ、これでよし。あとはスズメ焼きを。番頭さん、あのね、下駄の鼻を切らしちゃったの。すげてもらっていいかしら。私その間、お客さんの部屋で待ってるわ。まずい、隠さないと。とりあえず枕元に。はあ、ねえ、私を嫌なの？うん、嫌じゃないけど、眠くって。そう。それじゃ、またね。ああ、おやすみ。おやすみなさい。この時、おしのは部屋へ入ってきて、いろいろ話しかけてきたが、私は眠そうな声で、いい加減な返事をしていた。そしてとうとうおしのとは、これほどたくさんのチャンスがあったのに、恋愛のレの字も起こらなかった。布団の下に隠したスズメ焼きは、食べたかどうか記憶にない。それだけであった。これがすなわち、恋はチャンスによらぬものだ。一夜のうちに妙な縁やら、ふとしたことやら、物の弾みやらが三つも四つも重なって起こっても、ある強固な意志のために、一向に恋愛が成就しないという事例である。恋愛は意志によるべきである。それではもう一つの、何のチャンスもなかったのに、10年間の恋をし続け得た経験とはどんなものであるか、私は次のように答えるであろう。それは片恋というものであって、そして片恋というものこそ常に恋の最高の姿である。定金、恋愛に限らず人生すべてチャンスに乗ずるのは下びたことである。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。